ニューヨーク軍裁判所ニューヨーク市警察本部、シビックセンターはニューヨーク市マンハッタンクダウンタウンにある地区である。シビックセンターにはニューヨーク市庁舎、ニューヨーク市警察本部、裁判所など行政機関が多く位置している。合衆国、ニューヨーク州、ニューヨーク市、そしてニューヨーク軍の裁判所はこの地区のホーリースクエアの周囲に集まっている。パークローはかつては 新聞社の集積地であり、ニュースペーパーローと呼ばれていた。この地区の範囲はおよそ南北20ブロック、東西25ブロックであり、他のマンハッタンの地区と比べると住民の人口密度は低く、他の地区の平均人口は3万5千人であるのに、対しシビックセンターの人口は約2万人である。この地区の生誕はブロードウェイ、北端はチャイナタウン、 東端はイースト川及びブルックリン橋、そして南端はフィナンシャルディストリクトである。この地区では行政機関の活動が主だが、企業活動や娯楽活動も行われている。もともとシビックセンターの地域はレナペ族が利用していた。この地域はイースト川やハドソン川が近く、田園に適していた。沼地が多く、現在のフォーリースクエアのあたりには、 初期の定住者たちがザ・コレクトまたはコレクト池と呼んだ大きな池があった。この辺りは低地となっていたため、この辺りの氾乱時にはインディアンたちはイースト側からコレクト池を通りハドソン側まで船で通過することができた。1609年にイギリス人探検家でオランダに雇われていたヘンリー・ハドソンがこの地域に到達し、この領土のオランダへの所有を宣言した。 その植民地は成長を続け、この辺りは農場が拡大していった。さらに多くの労働者が必要となったため、オランダ西インド会社は1625年に奴隷をこの植民地に輸入することを決定した。シビックセンターの地域は共有地となっており、最初の建物はヤンデ・ウィズとデニス・ハートングベルトによって1663年に建てられた風車であった。翌年に、 この植民地はニューヨークと名前が変わり、さらにその翌年には州省が制定された。農場は拡大を続け、奴隷労働者人口も増加していった。この奴隷たちはシビックセンターの北部に墓地を建設した。奴隷たちは死没者を夜の間に埋葬していたと言われている。これは違法であったが、彼らは同僚たちが丁重に葬られるようにと行っていた。 奴隷の脱出の防止措置と人種差別から来る偏見によって、トリニティ協会は1697年にこの保持を禁止していた。この法制は1773年まで続いた。ニューヨーク市は拡大を続け、市政はより強力になっていった。地方政府は公的資金を用いて市の最初の公共施設を建設することを決めた。百三十五年。 旧品院が病人及び貧困者の施設、拘置所、矯正院及び診療所として建設された。その後、ニューゴールと呼ばれる債務者の拘置所が建設された。弊社がコモンズの生誕に建設された。1811年には現在まで使われているニューヨーク市庁舎が完成した。これは三代目のニューヨーク市庁舎ビルであり、それ以前は 現在のフィナンシャルディストリクト内に位置していた。これ以降、この地区はニューヨーク市の行政の中心となり、その情報にいち早くアクセスするために、この周りには多くの新聞社が置かれニュースペーパーローと呼ばれるようになった。この地域は様々な運動や集会場所としても利用されてきた。1914年、視聴者の別館となるマンハッタンミュニシパルビルディングが完成した。 ありがとうございます。